どうもしんじです。今回のロックンシネマは映画哀れなる者たち公開記念エマストーンを見るならこれっていう感じで勝手にランキングしてみました。まあ、今回俳優さんのランキングなんで、過去の動画でやったアナ・デ・アルマスとかジニファー・コネリーの時みたいに映画の素晴らしさはちょっと置いておいて、その映画におけるエマ・ストーンの演技とかキャラクターを重視して、なおかつ勝手に好みでランキングしております。まあ、最後に主役脇役関係なく彼女が出演した映画自体を個人的好みで選んだトップ10もありますので、お楽しみください。では参りましょう。10位は2010年のビル・グラック監督作品、小悪魔はなぜモテる?です。カリフォルニア州オーハイ、地味な女子高生オリーブは大学生と寝たと嘘をつく。すると噂があっという間に校内に広まり、一躍注目の的になる。奔放な女だと周囲から思われた彼女は開き直り、噂のイメージを貫き通すことを決意。そして冴えない男子たちから理想セックスのリクエストを続々と受けるのであったという展開です。まあ、典型的なハイスクールコメディで、この泣き会じゃないとね見ない映画なんだけど、コメディエンヌとしてのエマの魅力がたっぷり味わえる作品ですね。まあ、主演級のキャストになる前は何本かこの手のジャンルに出演してますが、エマの魅力である擦れた感じとか小悪魔っぽさがもうこの時点で存分に確立されてるし、彼女のベースとなってる部分を確認できる作品です。まあ、でもエマ好きの方以外は見なくてもいいのかな。9位は2009年のルーベン・フライシャー監督作品、ゾンビランドです。ゾンビで埋め尽くされ人類はほぼ絶滅状態となった世界、胃腸が弱くて引きこもりの臆病な青年コロンバスは、その性格と体質のおかげでゾンビが蔓延する世界の中で生き残り続けていた。彼は里帰りの道中でタフガイのタラハシーと出会い、彼の車で故郷を目指すのだがという展開です。まあ、特にゾンビ映画としての新しい要素はないんだけど、程よくグロいポップコーンムービーとして結構今見ても楽しめる作品でした。まあ、当時見た時はめっちゃ面白かった印象だったんだけど、まあ、今見返してみたらね、まあ普通かな。ブレイク前のジェシー・アイゼンバーグとエマはそこまでキャラ立ちしてませんが、ウディ・ハレルソンの世間的イメージを活用した凶暴キャラが最高ですね。まあ、ゾンビといっても怖くないですし、カメオ出演のビル・マーレも最高なんで、気軽に見れるゾンビ映画としては最適だと思います。8位は2014年のアレハンドロ・イニャリトゥ監督作品、バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡です。かつてヒーロー映画で人気を博したものの、今は落ち目の俳優リーガンは自ら演出、脚色、出演を兼ねた新作舞台に復活をかけていた。しかし怪我で降板したキャストの代役を務める俳優や、長らく疎遠だった実の娘がリーガンを精神的に追い詰めていくのであったという展開です。第87回アカデミー賞の作品賞、監督賞、脚本賞などを受賞した作品で、まあ、エマ自身も助演女優賞にノミネートされた作品です。まあ、オスカー取った作品って個人的に好き嫌いが分かれるんですが、まあ、この作品はね、ド傑作です。っていうか久しぶりに今回見直したんですが、なんかね、年を取れば取るほどマイケル・キートン演じる主人公に共感してしまう哀愁たっぷりの映画ですね。まあ、でも俯瞰してみるととんでもないコメディなんだけどね。まあ、イニャリトゥが撮った唯一のエンタメ映画って言えるくらい脚本がとにかく最高だし、イニャリトゥ苦手な方にもおすすめできる作品ですね。娘役のエマは出番は少ないものの存在感のあるキャラで、やっぱこういう擦れた感じのキャラは彼女の得意技の一つですよね。まあ、助演なんでこのくらいの順位にしときますが、映画そのものはね最高ですからね。芸術を突き詰めようとする男と、それとは真逆の軽い現代社会をうまく対比させたシニカルすぎる作品で、おじさんになればなるほどね楽しめる映画だと思います。7位はマーク・ウェブ監督作品、アメージング・スパイダーマンシリーズです。まあ、みんな大好きスパイダーマンのリブートシリーズなんですが、
まあ、ちょっとこのシリーズ当時のヒーローものの潮流もあってなのかスパイダーマンなのにちょっと暗いんですよね。まあ、あと PV っぽい感じ多く入れたり恋愛要素強めにしたりとかいろんなものを詰め込みすぎて日本でこのリブートシリーズは打ち切りになっちゃったんだけど、まあ、どっちにしろエマは2作で終わったんだろうしね。まあ、リブートやるタイミングが早すぎたっていう感もあるし、まあ、当時はまたスパイダーマンかよっていう感じもあったしね。でもノーウェイフォームの公開前にスパイダーマンシリーズザーッと見返した時に意外とねアメイジングスパイダーマンの2が印象結構残ったんですよね。まあ、当時エマとアンドリュー・ガーフィールドが実際交際していたっていうこともあるんだけどアドリブみたいなシーンが多いし2人の絵面が自然なカップルの絵になってていいんですよね。まあ、ヒーローものだからしょうがないんだろうけどエレクトロの部分をもうちょっと削ってピーターとグエン、ピーターとハリーの部分この2つでやったらもっと良かったんじゃないかなって思います。まあ、それだと違う映画になっちゃうんだけどね。まあ、でもやっぱアンドリュー・ガーフィールドの演じたスパイダーマンがかっこよすぎっていうのが打ち切りになった一番の原因かな。他の2つのシリーズは頼りなくて一般人に近いキャラだしやっぱ前のシリーズのトビー・マグワイアーのオタッキーなピーター・パーカーが強烈で共感されてたっていうのがあるしね。まあ、いずれにしてもマストーンが最も可愛く見える映画かっこシリーズの一本であることは間違いないと思います。6位は2011年のテイト・テイラー監督作品ヘルプ心がつなぐストーリーです。1960年代アメリカ南部の家庭ではヘルプと呼ばれる黒人メイドを雇うことが一般的だった。そんな黒人女性たちの処遇に違和感を覚えた作家志望の白人女性は彼女らの証言を集めた本の執筆を思いついて取材を開始、やがてそれは地域社会の変革のきっかけにつながっていくのであったという展開です。まあ、黒人差別者の映画ってそれでも夜は明けるみたいに見ていていたたまれないっていう感じの映画が結構イメージ強いですが、まあ、この作品の場合登場人物がほぼ女性っていうこともあって過激な暴力描写はないものの当時のアメリカ国民の日常における差別の浸透度が如実にわかるっていう感じで、まあ、違った意味で印象に残る作品ですね。まあ、エマとジェシカ・チャスティン以外は白人はほぼクソ野郎っていう感じで途中まで描かれてるけど他の黒人差別系の映画と違ってそこまでトーンが重くないっていうか結構コメディっぽい感じを入れて見やすいトーンにしてるっていうところがうまいんですよね。まあ、黒人問題だけでなくスクールカーストの名残が大人になっても残ってるような当時のアメリカの田舎の醜さみたいなものを同時に描かれていてすごく時代を切り取った作品としても秀逸だと思います。まあ、そんなスクールカーストの頂点にいるようなムカつく女性の母親役がキャリーのシシー・スペイセクっていうところも気が利いてますよね。まあ、とにかくこの作品は黒人メイド役の2人ビオラ・デイビスとオクタビア・スペンサーが素晴らしいですからね。オクタビア・スペンサーはこの作品でオスカーも受賞しましたしね。人情味あふれる演技が印象的な女優さんですよね。まあ、エマストーン目線のランキングなんでこの順位にしましたが作品としてはもうトップにしてもいいくらい素晴らしい作品です。尺は長いんだけど意外と見やすいんでね黒人差別映画はヘビーだからちょっとっていう方にもおすすめできる作品だと思います。5位は2018年のヨルゴス・ランティモス監督作品女王陛下のお気に入りです。18世紀初頭のイングランドで病弱なアン女王を操って宮廷での実権を握る旅館長サラ、そんなある日彼女のいとこアビゲイルが召使いとして宮廷で働き始める。やがてアビゲイルはサラの知らない間に女王と親密な仲になり次第に野心を膨らませていくのであったという展開です。アカデミー賞で作品賞をはじめ多数ノミネートされ女王役のオリビア・コールマンが主演女優賞を受賞しましたね。で、主演女優賞ってとこが微妙なんですが、まあ、この作品の場合エマとオリビア・コールマン、レイチェル・ワイズの3人のど
のキャラが描けても成立しないっていう意味では3人とも主演って言ってもいいと思うんだけど、他の2人はなぜか助演の方でノミネートされてましたからね。まあどちらかっていうとエマが主役で他の2人が助演っていう見方なんだけど、まあでも3人ともノミネートされたわけで、それが物語るように本当この3人の女優さんの演技合戦っていうか、愛憎入り乱れた人間模様によって面白くなった作品ですからね。まあ誰に肩入れしてみるかで評価が変わってくるかもしれないけど、まあ一つ言えることは、それまで評価されながらもシニカルで通向けだったヨルゴス・ランティモスの作品にエマが参加したっていうことでポップさが加わり、それによって一気に一般大衆の目に触れやすい作品になったと思うんですよね。まあ、早い話がエマのおかげでヨルゴス・ランティモスの面白さが一般層にも伝わったとも言えるんですよね。まあ、それまでも演技派の大物は結構出演してたけど、エマの場合ララランドの直後でまさに旬な女優だったわけですからね。まあ、でもポップとは言っても演技のできるポップっていうか、まあ、オスカーを取ってるし、今回の哀れなる者たちで花開いたようにもともと癖のある女優さんなんでね。まあ何はともあれこの作品があって今回の哀れなる者たちに至るわけだからよかったんだけど、個人的に女王陛下はまあまあかなっていうくらいなのでこの順位です。4位は2016年のデミアン・チャゼル監督作品ララランドです。映画スタジオのカフェで働くミアは女優を目指してオーディションに挑戦する日々を送る。ある日ミアはバスエのバーであるピアニストの演奏に魅せられる。彼の名はセブ。いつか自分の店を持ち大好きなジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やがて二人は恋に落ち互いの夢を応援し合う。しかしセブが店の資金作りのために入ったバンドが成功したことから二人の心はすれ違い始めるのであったという展開です。まあみんな大好きララランドですが、デミアン・チャゼル監督の前作のセッションが結構強烈だったんで、当時そのモードでね映画館見に行っちゃったんですよね。ってことで当然撃沈しちゃったわけで、まあそれ以来の鑑賞だったんですが、まあ今回見直してみてね、あれ意外といいじゃんっていう感じで、やっぱね見るタイミングって重要なんだなっていうこと分かりましたね。まあ昨年の春に公開してたバビロンを見てデミアン・チャゼル監督のやりたいことが大体分かってきたんで、まあ、それで見るとねやっぱララランドもね映画愛にめっちゃ溢れてるじゃないですか。映像もいいしね。まあミュージカルの部分は相変わらずダメなんだけど、公開時嫌いだったラストのところも今見るとねそんなに悪くないかなっていう感じで、よくできた作品だなって思いました。この作品でエマはオスカーの主演女優賞に輝くんだけど、まあ、ここ最近の彼女の映画と比較するとね、あれ普通じゃんって思ってしまいますが、まあ、この受賞の後怒涛のキャリアを築いていくわけでね、そういう意味で賞がいいきっかけになったのかもしれませんね。まあ、とにかくそこかしこに往年の映画へのリスペクトが感じられるし、あと監督のジャズに対する思いもめっちゃ感じられますしね。まあ、私のようにこの映画苦手だなーって昔見た時思った方はもう一度見直してみることをお勧めしますね。3位は2017年のジョナサン・デイトン・バレリー・ファリス監督作品バトル・オブ・ザ・セクシーズです。1973年全米女子テニスのチャンピオンビリー・ジーン・キングは男子選手との待遇の格差に憤り女子テニス協会を設立する。そんな彼女に男性至上主義者である55歳の元男子王者ボビー・リックスが対戦を提案。かくして男対女の戦いが幕を開けるのであったという展開です。まあ、スポーツものの映画って当たり外れが激しいんですが、この作品大当たりです。まあ、私もこんな文化系のチャンネルやってますが、一応元テニスボーイなんでね、この映画公開時には3回見に行ったっていうくらい大好きな作品で、もう絵に描いたようなスッキリする映画ですね。まあ、実際にあった試合をもとに構成していたお話だけど、
これ主演の2人めっちゃ似てるのがまずすごいですよね。特にスティーブ・カレルが演じた当時のボビー・リックスって写真見てみるとほんとコメディアンかっていうくらい笑えるんですよね。でこういうスポーツものってクライマックスに至るプロセスをどう描くかが鍵なんだけど、実際のビリー・ジン・キングさんが LGBTQ っていうこともあって割とそこをフューチャーした作りになってて、まあ、夫もいて当時の社会状況のこともあり彼女の苦悩が試合に影響してみたいな感じになってて、なるほどっていう描き方になってますね。まあ、当時はムーンライトがオスカーを取ったことで LGBTQ ものが一気に作られた時代だったし、まあ、そういう意味で組み立てやすかったのかもしれませんね。実際のキングさんも大統領勲章をもらうくらい女性の権利向上に貢献してきた方で、そんな偉大な人ですが今はすっごく自然な感じで、テニス以外に関しては結構奥手な女性って感じで演じたのが良かったですね。まあ、実際メガネかけるだけでこんなにスターオーラなくすことなんてできるのって思うんだけど、まあ、やっぱそこはエマの演技によるところが大きいんでしょうね。また対戦相手のリックスの私生活についても描いていて、彼が同居を演じなければならない理由も出てきて、まあ、なかなかちゃんとした作りのドラマになっていて、テニスとか興味ない人でも全然見応えのある作品になってます。まあ、気軽に見れてしかもスッキリするって意味で割とおすすめの作品ですね。2位は2021年のクレイグ・ギレスビー監督作品クルエラです。1970年代、パンクムーブメント真っ只中のロンドンに親を亡くした少女エステラがやってくる。デザイナーになることを夢見て裁縫やデザイン画の制作に打ち込むエステラ。そんなある日、彼女はカリスマ的なファッションデザイナーバロネスと運命的な出会いを果たすのであったという展開です。まあ、この映画公開した時101匹ワンちゃんでしょって舐めてたんだけど、なんか面白いらしいっていう評判を聞いて、後々配信で見た時にわっこれ劇場で見たら最高だったじゃんってすっげー後悔するくらい面白かったですね。まあ、何よりね、音楽が素晴らしい。まあ、劇場で見たかった最大の理由がそれで、この作品の舞台である70年代のイギリスのバンドを中心とした選曲なんだけど、アイク&ティナ・ターナーの胸いっぱいの愛をのカバーとかね、これで初めて知ったんだけど超かっこいいし、まあ、あとゲリラファッションショーのシーンでの I wanna be your dog は卒倒するくらいかっこよかったしね。まあ、とりあえず音楽好きは必見の映画ですね。で、クルエラといえばファッションっていうことで、やっぱデザインめっちゃとんがっててかっこいいし、もう速攻で DVD 購入するくらい今でもちょくちょく見て刺激もらってますね。で、何よりね、エマストーンめっちゃかっこいいわ。まあ、ポスタービジュアルの時点でかっこいいんだけど、ダークヒロインっていう感じで、もうね、女性ヴィランとしてはぶっちぎりで一番かっこいいんじゃないですか。まあ、本当もし次キャットウーマンの映画やるんだったら確実にエマストーン押しますね。ってくらいこの映画の彼女にやられましたからね。まあ、素顔のエステラのところも違ったファッション感あったし、まあ、正直この映画があったから哀れなる者たちも期待していたんでしょうね。で、バロネス役のエマ・トンプソンも最高に憎たらしいキャラで良かったし、まあ、クルエラに感情移入させるには彼女がそれ以上に憎たらしいキャラじゃないとダメですからね。さすが大英帝国憲章をもらってる女優さんですよね。まあ、あと脇役のマーク・ストロングめっちゃ渋いし、私の大好きな俳優ポール・ウォルター・ハウザーも大活躍でしたしね。まあ、本当キャラクターが最高で、まさかディズニー映画でこんなにハマるものが出てくるとは思ってませんでしたからね。まあ、ディズニーアニメの実写版の映画では個人的にぶっちぎり1位だと思うし、 100% 楽しめる最高のポップコーンムービーですね。では1位の発表の前に、エマの出演作を彼女の公言とか関係なく単純に映画としてランキングしたらこうなりました。まあ、これも個人的好みって言えばそうなんですが、まあ、女王陛下は人によってもっと上に来る作品なんでしょうね。
まあ、1位と2位は全然ベクトル違うんだけど、映画としても最高の部類に入る2作品だと思います。ではでは第1位の発表に参りましょうか。1位は現在公開中の哀れなる者たちです。ララランドから快進撃を続けるエマストーンが一気にジャンプアップしてすっごいことになっちゃった作品ですね。まあ、感想動画アップしてるんでそちらも見てもらいたいんですが、もうエマの独壇場っていうか、もうすごいの一言で、彼女の圧倒的な存在感が光る、誰もがエマの演じたベラっていうキャラクターに魅了されること間違いなしの作品です。まあ、残念ながら R18 なんで青少年の人たちは見れないんだけど、でもさ、映画本編で子供たちに性教育するシーンとかあるわけだし、まあ、子供が見てもいいんじゃねえかって思うんだけど、まあ、でも昭和の時代でもなかなか地上波で流すの大変かもしれないですね。まあ、とにかくエッチな映画と思いきや、人生についてそして現代についても語ってる映画なんで、ぜひぜひ多くの人に見てもらいたい大傑作ですね。ということで、哀れなる者たちがぶっちぎりの第1位ですね。ということで、今回はエマストーンの出演映画をキャラクター目線で勝手にランキングしてみました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、さよなら。